はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルオープン主のピヨタです。さあ今回もバカサスペンスやっていきましょう。現在ケース3キノコ事件の、推理パートの途中となっております。テンション等がねやり直し等で回復しておりますけれども、まあそちらはねあんまり気にする必要はないでしょう。とりあえず深夜くんはお黙りなさい。で、ちょっとアホダくんの足元が濡れているというところからですね、多分滴ってるのはこれじゃないかなと推理するところですけれども、そちらを答えていきたいと思います。こちらの動画は2020年度 A1 企画7時15分の分の動画となっております。 A1 企画については、説明の動画をご覧くださいと。ということで多分滴っているのはこちらですよね。びちゃびちゃに濡れている海藻かっこわらみたいなものでございます。もしかしてこれヒカルが助走していたピン止めとカツラで助走していた説ある？それは何ですか？これは川で釣れた新種の海藻だ。バーカ、大発見じゃないか？なあヒカル。あーすごい発見だ。本当にすごい発見かもしれないし、学会に提出してみないか？僕が預かるよ。待て、なんだよ俺の発見横取りか？濡れたまま渡すな。頭痛が悪化して風邪でもひかれてみろ。この園児だらけのサークルを誰がまとめるんだ？あなたもその一人ということの自覚は終わりでございましょうかい？妙に優しいと思ったらそっちの心配だったのか。ある意味ね、友達はいないけど気遣いはできるやつだよね。いや構わない、だから早くそれをこっちに。あ？おう、学会に提出するんだから綺麗に乾かさないってのは、お前海藻なんだから綺麗に乾かすなよ、生きたまんまやれよ。おい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 、バカか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 、やっちゃダメじゃんよ。ドライヤーやってやろうぜ、ブオーラー。あ、ああ、これはどうしてこんなものがキャンプ場に？いや別にまああってもおかしくはないでしょ。キャンプ場だからこそなんかパーティー的なノリでさ、ヘイジョーソーワーとか言ってたりするかもしんないじゃん。ふん、貴様はカツラを学会に提出する気だったのか。ある意味それもそれで面白そう。本当だね。頭痛がひどくなってきたし、僕は先に休ませてもらうよ。待てヒカル、もう一度答えてくれ。悪いけど頭痛がひどいんだ。本当に一度しか答えないよ。ここでヒカルを返すのは違う気がする。お前は頭痛じゃなく、これがないせいで頭を抱えていたんじゃないのか？マジか、デスターン、マジかよ。即解散の危機とかあんのかよ。いやでも出せるのはピン止めだろ。それだ、よし、オッケー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 。それはピン止めですか？はい。アホダくん、女子の私物を漁ったのかい？私のではありませんよ。私もさくらも違うわ。なんで若葉がさくらのやつ把握してんだ。別にピン止めは女子のためにあるんじゃない。ピン止めは何かを固定するためにあるんだ。ヒカル、お前はカツラを固定するピン止めがないから頭を押さえていたんじゃないのか？何を言うかと思えば、僕がカツラなわけないだろう。わからない、その髪ですらカツラかもしれない。もしかしたら頭テッカテカになってるかもしれない。じゃあ問題ないよな。その頭にこれを当てても、どれ？
いやでももう一回選べるとしたらドライヤーだよなこれ。いや、やめろ、こっちに向けるな。アホダさん待ってください、私たちは人の秘密を暴くことが目的ではないはずです。タケノコの所持を確かめるため全員をジャンプさせるのが目的のはずでしょ。ああもちろん、あくまで秘密を暴くのは手段だ。でもおやめになって。やっぱりヒカルがジャンプしないのは変なんだ。だってジャンプしてカツラがずれるのが怖いならカツラを押さえてジャンプすればいいだろう。あ、言われてみれば。ザッツワイトじゃないのかい。ふん、ジャンプをしない理由にはならないな。ああ、だからこの事件の犯人はズガガガガガガガって。え、でもこの流れだとこうなるよね、ヒカルさん。ジャンプをしないということはタケノコを隠し持っているからだろう。ヒカル、知らないよ、知らない、知らない。じゃあ今すぐジャンプしてもらおうか。こいつはいい風吹かすぜ。ふそうだ、僕がキノコキラーだ。お前そのポーズやめろ。なんだそのかっこよさげな寿司三昧みたいなポーズ。ニュース、ヒカルはキノコキラーだったのだ。あの急にやめろよ、なんか表情悪いかっこよさげのデントとあのタケシを混ぜたかのようなその感じ。冗談でしょ。すげえ綺麗に僕はキノコキラーだみたいな感じで出てきたけどね。あんなにお優しいヒカルさんが。うわー、そうだね、僕があんなことできるはずがないよね。でもその僕こそが残虐非道のタケノコハラ。お前ただで済むと思うなよ。助走をつけてヒカルを殴る。殴らない。くー、殴りたい。助走をつけて殴りたい。でもなんか絶対深夜あたりが来そう。わかんない、もしかしたらもう一人タケノコ派がいる可能性があるんだよな。いや、ここは殴らないにしておこうか。こんなうざい顔を殴らないわけにはいかないんだけどもな。解散の危機は怖い。殴らない。おっしゃ、よしよしよし、正解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 、オッケーオッケーオッケー。こわ、これどうした。アホだ、殴られるかと思ったんだけど、おじきついてしまったかな。いや、俺の怒りはお前をぶん殴った程度じゃ収まらないんだよ。何？お前には俺以上の苦しみを味わってもらわないと気が済まない。一体何をされるおつもりですか。どうか暴力だけは。ヒカルには自分の手でタケノコを粉砕してもらう。なんてむごい仕打ちなんだ。なほ、それで済んでよかったのさ。そうか、赤木は別にそこまで、まああれだよね、キノコ派公言してるけどタケノコ出されたら美味しくいただく派の人だね多分この人。よくない、僕を殴ってそれでおしまい。それでいいだろう。タケノコに罪はねえよ。ダメだ、できないよ。タケノコを粉砕するなんて。貴様はこいつほど菓子ごときに浸水しているわけであるまい。さっさとサクッと粉砕しろ。粉砕。そうだ、
早くタケノコを粉砕しろ。だから早く粉砕。玉砕大喝采。持ってないんだよ。光る光る。なんだよそれ、なんだよその頭は。若くてハゲたってレベルじゃねえよ。校長が擬態してるっていう方が信じられる髪のつき方してんじゃねえかよ。キャーン。悲鳴は失礼でしょ。いやまあ悲鳴あげるよ。いきなり目の前で髪ふっさふさのやつがさ、カツラと知らない状態でさ、ヘイ僕はキノコキラーです、ハゲてますみたいな感じになったら悲鳴あげるよ。うわストレスが多かったんだろうな。あれキノコだ。あれタケノコじゃない。一体何がどうなっている。どうしてお前タケノコの町じゃなくてキノコの村を持ってるんだよ。これはお前のおやつだよ。何を言っているんだ。俺のキノコはお前がやったんだろうが。現場にあったのは僕がおやつに持ってきたキノコだよ。何がどうなっているんだい。僕はアホだと同じキノコ派だ。お前じゃあなんでキノコキラーつった。はは、お前二重人格か。さくらに続いての二重人格か。お前嘘だろ。同じキノコ派がどうしてあんなむごいことができる。後ろに展開されているバーベキューセットの上に見える悲惨な光景が見えないのか。君が何よりもキノコを大事に思っていることぐらい知ってるからね。そうだよね、雫オアキノコみたいな感じで天秤にかかるレベルにはキノコ重そうだよね。僕は自分が持ってきたおやつを見せしめに使うしかなかったんだ。何、恨みでもあったかい。その言い方じゃまるで処刑したくなかったように聞こえるのさ。ヒカルはキノコ派。もしそれが本当ならなぜさっきタケノコ粉砕しなかった。いやどうする。ヒカルは脅迫されている。キノコは生贄に必要だった。ヒカルはド M。 でもそうですね、ちょっとでもな、時間がやっぱ長いですね。ということで、まあ今回はここまでといたしましょう。結局ね、ヒカルはド M なのか脅迫されているのか生贄に必要だったのかという、そちらのところの選択肢で今回はここまでといたしましょう。こちらのねエンディングだけ別撮りだから多分 BGM がない。はい、多分次回のオープニング含めてね、こう無理やりパート分けるからこうね BGM つけてないと思いますけれども、はい、こちらで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。